この猫名詞には神秘、祝福、神に通じるものが。そしてこれを君が送ってくれたことにも価値がある。感謝しよう。すまない、これは口にするのをはばかられるということでは。いや、この身に起きたことを君にも伝えておく必要があるだろう。踊りに行く？人間が大勢いる中に入っていくことに意味があるのか。それよりここで少し話をしないか。君について少し知っておきたい。え、ああ、この間そっちが渡してきた。静かで綺麗で優しい月の光みたい。どうも。今日はその楽しくなくはなかった。あ、この化粧箱は癖で、バレンタインとか舞踏会とか何をしたらいいかわからない。だからいてくれないと困る。こんな格好慣れない。だから視線が、みんなが僕を見てる。ダメ、今は離れたらダメ。これは二つが揃うことに意味がある。そうでしょ。あなたのプレゼントありがたくいただきましたよ。その思いとともに。おい、勝手に触るんじゃない。なんだこれか。あ、つけているところを見せたくてな。どうだ、あんたはこういうので喜ぶんだろう。そう聞いて用意した。誘ってくれた礼としてな。さあ行きましょうか。